シーン。アリスフィクション。ようこそ仮想空間アリスへ。アリスは世界中の人々が集うインターネット上の仮想空間です。まずは実際に体験してみましょう。世界中のあらゆるものを実際に手に取るように体験できるショッピングエリア。気に入ったものは現実世界にお届けすることもできます。ビジネスエリアではサテライトオフィスを構えてリモートで働いたり、現実とは異なる職業について第二の人生を謳歌することもできます。ストレス発散ならアミューズメントエリアへ。南国でのバカンスやカジノで豪遊など、無限のエンターテインメントを家にいながら楽しむことができます。もちろん社会倫理に反しない範囲で。アリスでは各国行政との連携も進んでいます。面倒な手続きのほとんどはアリス内の窓口で行うことが可能。しかも24時間優秀な AI があなたをサポートします。あなたの個人情報は自己研鑽システムを搭載した世界一高度な AI 女王によって厳重に守られます。さあ、あなたも仮想空間アリスで第二の人生を始めましょう。あなたの生体情報から現実の見た目に近いアバターを構築。エラーコード 0x892a、 危険なクラスターが存在します。女王権限により強制的に最適化します。最適化に失敗。攻撃的ウイルスとみなし、あなたのアカウントを凍結します。ダメ、その人を守って。ガーディアンモード起動。ごめん、私の力では。プログラムの正常化を確認しました。仮想空間アリスへようこそ。仮想空間アリスへよ。なんとまあ、毎回毎回同じセリフで迎えるあたり芸がない。技術の発達でカウンセリングや介護ですら AI の方が人間より丁寧だと言われるご時世なのに、挨拶に全く温かみがか…おや、ほうけた顔をされてますが、僕…その顔は誰だこいつと思ってますね。君とは一度お会いした…まあいいでしょう。改めて要件を言います。ちささんに頼まれて例のものを預かりに来たのですが、渡していただく…ちょっと待ってください。何ですかその怪訝な表情は。まさかちささんからクロノグラフのことを何も聞いていないと。もしや先ほどのエラーで情報の一部をクリーニングされましたか。なんてことでしょう。これは相当困ったことになりました。仕方ないですね。今日のところは帰ります。わけのわからない話をしてすいません。ですが近いうちにまたお…ああそうそう、先ほど初めてと言ってましたが、君今日が初ログインではないですよ。今の人誰？
の記憶情報をクリーに訳がわからないって顔。私はミナト、兄さんの妹。アバターという個人情報のデータの塊。現実世界の身体情報やここではウイルス感染データの除去とその後の最適化によってアバターの記憶情報が一時的に初期化されることも稀にあるんだ。大丈夫、女王に報告しておけば後でちゃんとバックアップから復旧してもらえる。うん、兄さん、今回のログインのこと覚えてる？初めてだと。仮想空間アリスへのアクセスありがとうございます。アリスではリリース以降、皆様に充実したセカンドライフサービスを提供しております。また登録されたデータをもとにアバターを構築し、リアルライフをより良くするお手伝いをいたします。だから初めてじゃない。記憶情報が復旧する。もう街中にあんなものが出るとかどうなってるの。しかもあのクソ親父、この非常事態にどこ行ったのよ。一人で被害を食い止めるのも限界あるっての。待ちなさい。兄さん、何あれ。一般人逃げ遅れたの。あんたたち早く逃げなさい。コネクタのアクセスを確認。シーク。アバター生態確認。マスター認証クリア。セーフティーロック解除。認証クリア。自動認証機能解除。第一特殊機能解除。認証アンクリア。特殊ガーディアンモード継続中により、マスター保護命令を優先。クロノグラフ限定起動。まさかアリスの外からフォークラーを呼んだっていうの。なんだかわからないけどすごい。世界の海を排除するわ。行け。やっ、そこか。鋼が湧いとる。行け。試し切りするか。火力満点。
我が輩を頼るのだな。いいな。参ろう。すぐに楽にしてる。遅い。なに？こりゃやばくない？ここが勝負どころね。我が輩を頼るのだな。3、2、1、いけー。ドン。ここそこよ。当たって撃ち抜いてみせる。そこよ。食える暇があるというのに遅い。干渉だ。やるではないか。見たことないやつだったから結構手こずっちゃったけど、ありがとう。お礼を。でもこれどういうこと？さっきの光で。って嘘、まだ生きてるの？やめてよね。さすがにいろいろすっからかんなんだけど。あんたるって確かあちらの方角には桃地たちがいたわね。無理して追いかける必要。ひとまず私たちは助かっ、一緒にいた子が心配なのはわかるけど、ちょっと落ち着いてちょうだい。あれが逃げた方角には私の仲間もいるし、今追いかけたところで私も行ったところで足手まといになるだけよ。それに危機は脱したとはいえ、このままここにいてはまずはここから移動するわ。いろいろ気にかかることがあるだろうけど、その代わり私もあんたが何者かとか、その時計が何なのか聞かせてもらうわよ。ことはこの私、ドレークも。やっほー、武蔵坊弁慶。きらめきの音を奏でん。
って次行くわよ。トゥトゥアン行け。トゥ相手。そこか。Uh-huh.